どうもジャプロペラーです。今日もバーサスペペペマンの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。久々のスワプルですね。さあテトリスからスタートしていく。まずテトリススタートの場合はまあ以前も言ってますけども、最初の開幕の、2手の両側の2手を見るのが重要です。ただ、前消し2手前消しがなかったんでこれはそのままスタートするでしょう。さあ開幕パフェ取って2連パフェが取れる。これは強いで、LJ リードのどんどんどん継続的に火力を送ってるけども、まあ相手も全然受けられる体勢ですね。テトリス用を打ってて、こちら火力貯めてるが、これ間に合うか。ちょっと詰みすぎたか。ちょっとミスりましたね、これ。欲張って、地形高くして、T スピンダブル、テトリスとかいろいろ打てる形にしたけども、ちょっと受けきれなくなってしまったんで、一回、プヨ側に持ち越しましたね。さあ、だいぶプヨ側では不利だが、これどうしようかな。単発打ってから、ちょっと迷ってますね。とりあえず緑で発火したが、一応コンボはつきますね。4ダムの、5連鎖、6連鎖、6連まで。で、これテトリスでの地形は有利なんで、T スピンダブル、テトリスのコンボスピが強力。で、相手が刺さっていきましたね。まあ、仮にその、切り替わり間際に攻撃が遅れなかったとしても、その時は一時的に不利だけども、火力が溜まってる分、テトリスに切り替えれば有利になりますから、ね。まあ、その有利をしっかり活かした、まとめ位置で、しっかり刺していきましたね。確実にまあ、切り替わり間際に打った方が有利は取りやすいんだけど、まあ、ああいう風に、全然逆転の面もあるんで、確実に、切り替わり間際に打たなければならないというわけではあります。さあ、一回単発で邪魔しといて、相手が黄色発火に出して、こちらの緑発火、しっかり発火していくが、相手が黄色引けてなかったですね。これは、相手が耐えられない限りは、おそらく勝ち確だと思うんで、相手もやっぱり中開けれんで、ワンチャン狙ってますね。この、こちらの本線を、耐えられるのはもう中開けしか本当にワンチャンないんで、中開けでなんかまあ神穴が来て、いつもも噛み合って、変え目合えば何とかなるかな。まあ相当運が良くないとダメだけどね、それでも。相当運が良くないとダメだんで、これは刺さっていきました。まあ仮にまあ耐えられたとしてももうこちらも連の体制があるので、うん、まあ相手が本戦打てたとしてもまだ、コンボ連で返すことができますね。さあ、3戦目。お互い先寄り GTR で、変わらず先寄り GTR ですね。若干ちょっと迷っているけども、まあまあまあ、順調に連鎖組んでて、こちら青ハッカー、それに対して相手緑ハッカー。さあ、キープ用の赤が非常に入れづらい形になってしまったんで、なんとか入れてから、間に合うか？間に合った、危ない。ちょっと危なかったですね。さあ、相手が早めに発火してるに対して、こちらちょっと遅めにハッカー。ティーミノの置きミスをしてしまったが、相手がパフェはなさそうです。おーっと、アイミノミスだ。ちょっとこれは、ピンのミスってる。これね、切り替わり前にはね、まあオンライン重くなるんで、まあしょうがないとは思うんだけども、ちょっと置きミスが多発してしまって刺さってしまった。このプヨ側で発火してる時のテトリスのね、その操作ってかなり重くなるんでね、ここは本当に慎重にやった方がいいですね。慎重にやっても、まあ入力のタイミングを誤ると、ああいう風に結構置きミスが多発しちゃうんで、まあちょっと難しいところではあるんですけどね。さあ、しっかり、まあでも相手もその置きミスを咎めてきましたね。火力を送って、そのまま、ティーミノの置きミスだったかな。ティーミノの横置きの置きミスが致命傷になったのを、刺されていきました。さあ、次。こちら緑ハッカーに対して相手2連鎖打ってくる。さあ、これはちょっと迷っているが、これですね。今のタイミングって、一応置けることはできるんですよね。切り替わりマギアに。切り替わりマギアに置いて、なおかつ、プヨ側に振らないタイミングっていうのがあって、それを今やりました。さあ、これは一応後打ちで赤で発火できるのに対し、相手は先打ちなんで連の体勢。さあ、どちらが有利だ？相手が、一応、アイミノ、ジェイミノ、繋がりますね。ゼットミノ、オーミノから連が繋がる体勢だが、こちら後打ちの、本戦発火。さあ、一応これは紫まで入ってるんで、後の方にコンボをつけたかったですね。もうちょいできれば。ただ、対空時間がなかったんで、厳しかった。8連鎖、7連鎖までコンボがついた上での8連鎖、9連鎖、10連鎖。それに対して相手は延命してからのコンボ連で、さあ、月ぷよ、星ぷよぐらいなら、コンボつければ一応返せる量だと思うが、さあ、こちらは、一応セカンド赤ハッカー、で、しっかり紫まで繋がっているのに対して、相手の連次第といったところが、どうか、どうだこれ。ファンデーション、ファンデーション、エステティック。いやー、しかし、あいみのまでしか繋がんないんで、なんとかなっていく。ちょっと危なかったですね、今の。コンボ連で、どんどん、
最後まで繋げられてたらちょっと不利までありましたね。これがコンボ連の強いところですね。大連鎖打って相手にあれだけの量を振らせても全然有利じゃないっていうのがコンボ連ていうか、やはり、コンボ連でいいのか。コンボ連の強いところ。ただでさえね、連ね、その最大火力になると5ライン行くのに、そこにコンボで火力が加算されますからね。めちゃくちゃ強い。さあ、相手がテトリスからの、コンボ付きで火力を送ってきたが、こちらも2ダムの3で軽減させる。さあ、これは若干不利かな。テトリスの地形でも、まあ大体トントンぐらいなんで、ちょっとぷよ側の地形的に不利です。さあ、1回単発で、これはコンボつけたが、連のルートで、さあ、どう行く？歩みの回転でなんとか、シンメトリパワーの、コンボつけるなんとかギリギリ耐えていく。危ない。ギリギリ耐えて。エルミの、ジェミの。さあ、しかし相手のオブジェ早い。なんとかギリギリ耐えられる。さあ、しかし危ないぞ、これ。さあ、Z ミノでコンボはつけたが、こちらプヨ側のリソースが残っているんで、これで即コンボの4連鎖が出ればかなり有利になる。さあ、赤玉と、3段強振って、一応なんとか耐えられるか。緑で3発が打てる。それに対して、こちら、プヨ側では有利なものの、ちょっとテト側の地形が苦しんでどうなるかといったところ、さあ相手、しっかり4連鎖。これはおそらくちょっとそうですね、タイミングを遅らせて、テトリスで受け切ってからの、まあ、この4連鎖分を送ってきたって感じですね。で、しっかりコモをついてるタイミングなんで、いい、相手もいい判断ですね。さあ、しかし、どうだこれ。なんとかテトリスで耐え切ることはできたけども、プヨ側も、さほど有利ではないので、ちょっと不利ですかね、これは。さあ、1ライン消してからテトリス間に合った。おっと、エスミノの秘密で してしまった。エスミノ、エルミノと置いて、アイミノ突き刺したかったんだけども、エスミノの秘密致命傷。そこに、コンボ付きの3連鎖が来て、これは相当不利だ。テトリス側の地形でも不利なのに対し、プヨ側の盤面でも不利なんで、これはなかなか絶望的ですね。さあ、なんとか、ワンチャン取りたいが、3ダブって、とりあえず火力送って、緑でコンボつける。しかし、相手もそれをしっかり察知してから、しっかり受けてから火力を送ってきましたね。ここら辺いいですね、判断が。できるだけ火力を受ける分、相手に火力をその分送られるので。なんで、今のは受けてから、火力を送ったって感じですね。ペペペマン側は。さらに、このゲーム、テトリス側の直列が多いので、その直列も利用することができます。結構お邪魔を受ける判断っていうのは、メリットになることが多いですね。受けられる場面で。さあ、開幕 TFD からインペリで、非常に長い試合でしたね、今。さあ、シングロナイズアタック。シングロナイズドスイミングをしっかりしながら、火力保持しながら LJ イリュージョン。さらに LJ イリュージョン。相手も火力貯めてテトリス2連発いってる体勢だが、こちらが即座に2連発。たが、それがなんとか受け切れてからテトリスなんで、これは若干不利か。相手が、テトリスのコンボ付きに対して、こちら3ライン消しなんで、ちょっと仕込み的に不利なんで、どうにか、しっかり有利に持っていきたいところだが、ちょっと、コンボついたが、まだコンボありましたね。さあ、コンボ付きのイバラプラス2連。さあ、どうだ、これは。危ない、キル引けた、なんとか引けた。なんとか引けて打てれば、まだまだありそうですね。相手の方が連鎖数的にはでかいものの、まだ一応こちらも6連鎖はあるので、大丈夫そうではありますね。ただ、プヨ側のお邪魔が降ってる分、飽和的には不利だけども、そこまで不利ではないですね、これは。さあ、しっかり、5段分作って、ティースピンダブルテトリスの地形、これ全部受けるんですね。受けるですね、受けますね。で、ティースピンダブルからテトリスの2発仕込みでしっかり有利取っていく。ティースピンダブルの攻撃が相手に、火力を送られた上に、プラステトリスの仕込みもあるんで、これは非常に強い体勢。さあ、そこにコンボ付きの3連鎖で、それに対して相手はコンボがないけども、4連鎖でしっかりいいものあげるされる。いいものあげるか。で、されて、こちらは、伸ばして、黄色ハッカー。さあ、黄色ハッカーだが、相手がつけてない、てかコンボがつけてないんで、これは非常に有利ですね。コンボがつけることができないと、これで致命判定に、できますね、しっかり。どんどん、火力を送れる体制だったし、まあ、コンボ付きの火力なんで、非常に火力も高いですからね。BTB テトリスが、単純だと普通に5ラインだけど、まあ、そのコンボにつく、コンボのつく量にも変わるんですよね。例えば1コンボだと、6ラインだとか。で、まあ、後ろのコンボ、5コンボだとか、6コンボとかに、その、バックトゥバック付きのテトリスの攻撃とかが、加わると、さらに、7ラインぐらいかな。もっと火力が上がっていくので。まあ、そこら辺が非常にコンボの強いところですね。
まあ、そこら辺の意識配分はね、めっちゃ難しいんだけどね。後ろの方に、後ろの連鎖にぷよ側にコンボつけるのは別に簡単だけど、まあ、テトリスのコンボは、わざわざ意識配分まではしなくていいかな、ぶっちゃけ。とりあえずコンボついて、どんどん継続的に火力を送るだけで非常に強いので。まあ、連の場合だと、できるだけその、後の方にコンボつけるっていうのが重要ですね。コンボ連はコンボ連でも、先打ちした場面って、その、こちら側はもちろん、連の体制で、その、待ってるんだけど、その連も、例えば、5連ぐらいまで発火しといて、で、ぷよ側でコンボをつけて、最後の方の連にコンボをつけることによって、火力が断然に変わるんで、そこら辺は、意識した方がいいですね。しっかり先打ちにした場合は、連組むのが、必須になるんで、そこだけ意識するようにしましょう。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。